お医者様方、医療従事者の皆様、こんにちは。本日はゴールデンウィーク最後の日曜日となっておりますが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。多分、お仕事柄、ゴールデンウィークは関係ないと思うんですけれども。ということで、今回は第18回目になります。肝炎についてお話をしていきます。Hi, everybody! This is the 18th lesson for the medical workers. Today I am going to speak about the hepatitis. Olá, gente, como vai? Tudo bem? Hoje vamos estudar sobre o hepatite. É um curso ministrado em português, inglês e japonês. Então, vamos lá. はい、ということで、始めていきたいと思います。で、この肝炎というのはですね、私もこれ、自分ではないんですけども、主人がですね、なりまして、大変な思いをしたことがあって、息子が生まれて3ヶ月目にですね、主人が、B 型肝炎になりまして、ガンマ GPT とか GOT とかっていう値がですね、800以上になってしまってですね、お医者様からはもう命が危ないので確保してくださいっていうふうに言われたぐらいな、大変なことだったんですね。で、まあ子供がまだ3ヶ月ということで、まあ主人の実家とか私の実家とかみんな母たちがですね、助けてくれて、おかげさまで、まあ、治りましてですね、奇跡的に。で、その後、二人目の娘も生まれまして、今は、本当に、数値も落ち着いてるんですけども、この主人の肝炎がなかったらですね、私も、多分、ポルトガル語を大学で教えるってことはなかったと思うんですね。専門が違うので。で、そのおかげでですね、ずっと、勤めさせていただいてます。だから、まあ、いろいろなことが人生ありますけれども、いろいろなことがきっかけになってですね、まあ、人生、つながっていくんだなって思います。ですので、その肝炎、とても私にとってもですね、身近な恐ろしい病気であるということでですね、お話をしていきたいと思います。では、肝炎というのは、英語をポルトガル語で何というかと言いますと、We say hepatitis, and in Portuguese is hepatite. Hepatitis, hepatite. ポルトガル語の場合はですね、H がミュートなので、ヘという音は、出さないですよね。その次につながっている母音のエですね。エの音になりますので、エパチチというふうに言います。一緒にどうぞ。エパチチ。そうです。英語だとヘパタイツ、ヘパタイツとなります。で、今コロナの影響ではないかというふうに言われている子供に、10歳以下の子供に今蔓延し始めている急性肝炎なんですけども、急性の場合はですね、アキュートヘパタイツ、アキュートヘパタイツ、エパチチアグーダ、エパチチアグーダというふうに言います。はい。ということでですね、なんか10歳以下の子どもに急性肝炎が、見られるということなんですよね。アメリカでももう100人以上の子どもがかかってまして、何人かは亡くなってます。日本でも、この急性肝炎、アデノウイルスによる急性肝炎なんだそうですけれども、まあ、いろいろな研究者によりますと、これはコロナウイルスと関係があるんではないかというふうに言われています。で、次の2番目がですね、慢性肝炎ですね。慢性というのは、クロニックヘパタイツというふうになります。
クロニックってもう出てきましたよね、前回でもね。慢性はクロニック、急性がアキュートになります。ポルトガル語はアキュートがアグーダ。で、慢性はクロニカというふうに言います。ということで、クロニックヘパタイツ、クロニックヘパタイツ、エパチチクロニカ、エパチチクロニカというふうに言います。で、私の主人がかかっていたのが、この慢性 B 型肝炎って言うんですけどね、C 型とかいろいろありますよね。B 型です。だから子供の頃、なんて言うんですかね、回し打ちをしていた、時代がありますよね。予防注射。5人ずつ打ってからまた、やっと針を取り替えて、また5人ずつ打つみたいな。あれでかかっちゃったみたいですね。ということで、慢性 B 型肝炎は、クロニックヘパタイツ B、クロニックヘパタイツ B と言います。エパチチクロニカチップ B、エパチチクロニカチップ B というふうに言います。ポルトガル語で。で、血性肝炎というのもあるんですけども、これは、セラムヘパタイツ、セラムヘパタイツ。エパチチ causado pelo soro。エパチチ causado pelo soro。というふうに言います。セラムというのがポルトガル語でソロと言います。で、肝炎が進行していきますと、今度、肝硬変になるわけなんですけども、肝硬変はですね、ヘパティックサシロシス、ヘパティックシロシス。または、シロシス of the liver. シロシス of the liver. ポルトガル語は、シホージ。シホージ。WR はですね、ホという音になります。シホージ。シホージ。シローゼではないですよ。シホージというふうに言ってください。では次、黄疸ですね。肝炎になると黄疸が出ます。ということで、黄疸のことは、イクチュラス、イクチュラス、または、ジョンディス、ジョンディス、コロプラニア、コロプラニアとも言います。はい。ポルトガル語では、イクテリッシア、イクテリッシアとなります。で、新生児黄疸なんですけども、私の息子もですね、生まれて1週間、ブルーライトに入ってました。そんなこと知らなかったんで、もう私は青くなってしまって、大変なことになっちゃったと思って、どうしようと思ったのを覚えてますけどね、ちょっと泣いちゃったんですよ。ショックで。知らなかったんでね、黄疸ってまあ普通結構なる、新生児多いんですよね。でも本当に黄色い顔になっちゃって、白目が黄色くなっちゃって。それを新生児黄疸というんですよね。新生児黄疸。Jaundice in newborn。Jaundice in newborn。Icterícia do recém-nato。Icterícia do recém-nato。というふうにポルトガル語では言います。newborn のことを recém-nato。ヘセンナット。このヘセンというね、このポルトガル語は、何々したばかりという意味で、生まれたばかりのというのをヘセン。で、例えば、ただいま、こ、あの、結婚したて、結婚したてのほやほやという場合なんかも、ヘセンカザードとかね、卒業したてのほやほやっていう時も、ヘッセンフォルマードとかっていう、そういうふうにヘッセンを使います。ポルトガル語ではね。何々したて、生まれたてのほやほやっていう時に使います。ヘッセン。ということで、新生児黄疸、イキテリシアドヘッセンナットというふうに言いますね。で、肝硬変から今度肝がんになっていくわけなんですけども、はい。肝がんのことを cancer of liver。cancer of liver というふうに言います。hepatic carcinoma。hepatic carcinoma とも言いますね。
ポルトガル語では、カンセルドフィガド。カンセルドフィガド。カンセルはね、前出ましたよね。これ、ガンという意味です。フィガド。これが、リバー、肝臓のことですね。カンセルドフィガドというふうに言います。はい。まあ、これが、肝炎に関するですね、すごく大まかなんですけども、まあ、重要な表現になります。よろしいでしょうか。はい。では、今度はこれを使ったですね、言い回しですね。あなたは肝炎です。あなたは肝炎にかかってます。You have hepatitis. You have hepatitis. O senhor está com hepatite. または、A senhora está com hepatite. O senhor は患者さんに向かって、男性に向かって言う場合。で、患者さんの、女性の患者様に向かって言う場合は、A senhora を使うんですね。A senhora está com hepatite. あなたは肝炎にかかってますよ。そういう意味になりますね。で、この何々です。何々にかかってますという言い回しは、このベルボ、estar con を使います。estar con です。いいですか？はい。で、この estar というのを、6人称あるんですよね、ポルトガル語は。ですので、この6人称を見ていきたいと思います。Eu estou, tu estás, ele está。はい。ということで、私はかかってます。君はかかってます。彼はかかってます。この彼のこの三人称はですね、ela está、彼女はかかってます。você está、あなたはかかってます。お senhor está、あなたはかかってます。男性に対する丁寧態ですね。a senhora está、女性に対するあなたというね、丁寧態になります。ということで、この単数形だけでもね、esto, estas, está で、複数形がですね、 nos estamos, vos estáis, eles estão で、この彼ら三人称の複数 estão、 これはいろいろなこういう主語になりますよね。例えば彼女たち、 elas estãoVocês、あなた方。あなた方。Vocês estão。Os senhores estão。あなた方。丁寧態。As senhoras estão。あなた方の女性形の丁寧態です。はい。ということで、これ全部で言ってみたいと思います。私は、エパチチクロニカ。これ何でしたっけ？クロニカは、慢性、エパチチ。肝炎、慢性肝炎。あなたは慢性肝炎にかかってます。違う、あなたじゃない、 Eu ですね。 Eu、 私は慢性肝炎にかかってます。 Eu estou com hepatite crônica。 君は慢性肝炎にかかってます。 Tu estás com hepatite crônica。 はい、繰り返してくださいね。で、彼は慢性肝炎にかかってます。Ele está com hepatite crônica。彼女は慢性肝炎にかかってます。Ela está com hepatite crônica。あなた、você。Você está com hepatite crônica。はい。で、丁寧なあなた。O senhor está com hepatite crônica。はい。繰り返してますか？じゃあ今度は女性に対する、女性の患者さんに対する丁寧態。A senhora está com hepatite crônica。はい。está com じゃなくて、está com、está com、estás com、estou com というふうにね、com を続けて言っちゃった方が、フルエントにネイティブスピーカーに聞こえますよ。じゃあ今度は私たち、nós、 私たちは慢性肝炎にかかってます。nós estamos com hepatite crônica。これですね。com hepatite crônica。私たちは慢性肝炎にかかってます。vos estáis com hepatite crônica。お前たちは
慢性肝炎にかかっている。Eles estão com hepatite crônica. 彼らは慢性肝炎にかかっています。Elas estão com hepatite crônica. 彼女たちは慢性肝炎にかかっています。Vocês estão com hepatite crônica. あなた方は、慢性肝炎にかかっています。Os senhores estão com hepatite crônica. 低年代のあなた方は、慢性肝炎にかかってますよ。As senhoras estão com hepatite crônica. あなた方は女性の患者様に対してですね、慢性肝炎にかかってます。というふうに、estou, estás, está, estamos, estáis, estão というふうに、主語が変わると動詞の形も変わります。6種類あります。いいですね。はい。じゃあ、それを今、応用したいろいろな文章を見ていきたいと思います。例えばね、肝臓の病気で肝臓に腫瘍がある場合、腫瘍は良性です。または腫瘍は悪性です。という、言い方ですよね。はい。この良性というのは、ベノンというふうに言いますよ。英語でね。で、悪性はですね、マライン。マラインというふうに言うんですよ。ということで、言ってみましょう。で、腫瘍は、チューマー、または、ニオプラズム。どっちでも OK です。You are having venom tumor. はい。じゃあ、悪性でいきましょう。You are having malign tumor. というふうになります。では、ポルトガル語でいきますよ。A senhora está com tumor benigno. 良性の場合ね。A senhora está com tumor maligno. 悪性の場合ね。はい。では、1番から5番までね、例文がありますので、一つ一つ見ていきたいと思います。私は肝臓に悪性の腫瘍があります。I have a malign tumor in my liver. ということになります。これがちょっと聞いてますかね？大丈夫ですかね？ I have a malign tumor in my liver. Estou com tumor maligno no meu fígado.もう一度どうぞ。Estou com tumor maligno no meu fígado. 私の meu fígado, 肝臓。の、に、maligno, 悪性の tumor, 腫瘍があります。という感じでですね。はい。次、2番はですね、彼は肝がんにかかっています。He has cancer of liver. He has cancer of liver. Ele está com câncer no fígado. Ele está com câncer no fígado. はい。そんな感じですね。Fígado、もうわかりますよね。肝臓のことですね。3番。彼女たちはとても疲れを感じています。肝炎になるとね、ものすごく体がね、だるくなるんですよね。すごく疲れやすくなって、本当一日中寝てるみたいな感じになっちゃいますよね。私の主人もそうでしたよ。すっごい数値が高い時ね。ということで、They are exhausted. この tired、というのはね、普通に疲れてるって感じなんだけれども、ものすごく疲れてる場合は、exhausted。もうより気がありませんっていうような時に使うんですよね。だから肝炎の疲れっていうのはもう本当並大抵の疲れじゃないんですよね。Elas estão exaustas. はい。ということで、ポルトガル語もね、ちょっとした疲れの場合は、elas estão cansadas。cansado, cansada。を使ってたんですけどね、先週やったかもしれないですね。
で、この場合は本当に尋常じゃない疲れなので、exhaustus。これを使います。英語とすごい似てますよね。英語はこの H が入ってますけどね。exhausted。exhaustus。はい。で、4番は、父の肝炎は急性です。My father has had an acute hepatitis. My father has had an acute hepatitis. ということで。で、この、ポルトガル語でですね、肝炎、エパチッチって言うんですけど、これはね、女性名詞なので、アになりますね。アエパチッチドメオパイエアグダ。どうぞ。アエパチッチドメオパイエアグダ。はい。私も時々間違えて、オエパチッチって言いそうになっちゃうんですけどね。言っちゃったかもしれないですけど、一応女性名詞だということを覚えておいてくださいね。アエパチッチ。まあ、だいたいチ、て、えで終わってる単語って割とね、女性名詞が多いです。でも、時たま男性名詞があるのでね、気をつけてくださいね。5番です。母は B 型肝炎にかかっています。My mother is having a chronic hepatitis B. My mother is having a chronic hepatitis B. はい。クロニックが入ってますけど、慢性ですよね。ここに慢性 B 型肝炎って書いてないですけど、慢性、B 型肝炎。まあ大体慢性なんですけどね。ということで、ポルトガル語は、Minha mãe está com hepatite crônica tipo B. Minha mãe está com hepatite crônica tipo B. この está com hepatite というのをね、全部ブツブツに切らないで、está com hepatite, com hepatite. Com hepatite じゃなくて、com hepatite. Está com hepatite. Está com hepatite crônica tipo B. というふうに発音した方が、ネイティブに聞こえますよ。Minha mãe está com hepatite crônica tipo B. よろしいですか？はい。で、次のね、スライド2枚はですね、これ先週ですね。先々週かな。この、Health Policy Watch News というね、医療関係の、アメリカの雑誌に載った、記事なんですけど、Could mysterious hepatitis cases be triggered by COVID-19? という、そういう、記事なんですけど、これを見てみましょうね。More than 100 mysterious cases of hepatitis in children under the age of 10 around the world are raising a red flag among the medical community。ということで、mais de 100 casos misteriosos de hepatite em crianças menores que 10 anos no mundo estão chamando a atenção da comunidade dos médicos e cientistas。ということで、現在世界で100の、100件以上のですね、ちょっと意味不明な、急性肝炎が10歳以下の子どもたちの間で100人以上、世界中で見られています。で、これは、まあ、お医者様、それから、医療関係者の間で大変大きな問題提起となっておりますという意味になりますね。With some doctors and scientists starting to hypothesize that the cases could be triggered by a new strain of adenovirus or even COVID-19. ということで、アイポテシス。De que os casos possam ser incentivados pela nova doença do adenovírus ou mesmo COVID-19. De, é, まあ、一説には、これらのケースは、新しいアデノウイルスによる疾病、または、新型コロナウイルスをの原因となっているコロナウイルス、によるものであるかもしれないという、
そういう説も、唱えられ始めています。ということなんですね。で、続きがまだあります。Severe hepatitis in children is very rare, and we don't yet know what's causing this highly unusual rise in cases, according to Kana Meehan. ということでですね、hepatite aguda em crianças é muito rara e nós ainda não sabemos o que está causando esta alta taxa de casos, segundo o professor titular Connor Meehan, da Universidade Nottingham Trent. で、この、大学の、ノッティンガム・トレント大学のコナー・ミーハン、教授によりますとですね、急性肝炎というのは子どもにの場合は非常に稀なケースであるということなので、なぜそんなに稀に起こるはずの急性肝炎が10歳以下の小さな子どもに、こんなに起こり始めているのかがちょっと今は理解ができないところであるというふうにコナー・ミーハン教授が言っているということですね。で、この先生は、A senior lecturer in microbiology at Nottingham Trent University。ノッティンガム・トレント大学の、マイクロバイオロジー、微生物学の、教授のこのコナー・ミーハン先生の説なんですね。The leading theory is that it's some kind of viral infection, perhaps even SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19. で、このコナー・ミーハン先生によ よりますと、一番言われている可能性の高い説としては、これは、ウイルスによる、インフェクション、炎症である。多分もしかしたら、新型コロナウイルス肝炎の元となっている原因となっている SARS-CoV-2 というこのウイルスに起因しているのかもしれないというふうに言っています。A hipótese mais próxima é que seria tipo de infecção viral, talvez mesmo SARS-CoV-2, o coronavírus que causa COVID-19. ということなんだそうです。でもまだはっきりとしたことがわからないそうです。ただ、ちっちゃな子供にはもうめったに起こらないような急性肝炎なんだそうで、これは非常に今医療関係者が皆さん危惧していることであるということだそうです。はい、ということでまたちょっと文法に戻ります。こんな時はどうしたらいいですか。いつもの例のお que faço nesta situação、 こういう場合はどうしたらいいですか。横断が出たらどうしたらいいですか。はい、これ英語で If I have jaundice, what should I do? イクトリスと言ってもいいんですけど、jaundice もすごくよく使われるみたいですね。O que faço se ficar com icterícia? If I have jaundice, what should I do? O que faço se ficar com icterícia? すぐに消化器内科にかかってください。Come to the gastrointestinal medicine immediately. Come to the gastrointestinal medicine immediately. Consulte o departamento gastrointestinal imediatamente. この英語のですね、ly というのはポルトガル語ではメンチになります。これを覚えておくと結構いいですよ。英語でリーになってるから、メンチという感じですね。もう一回言ってみましょう。Consulte o departamento gastrointestinal imediatamente。はい。この消化器内科がですね、デパルタメント gastrointestinal。gastrointestinal。全く一緒ですよね、スペル。で、英語を読みだと gastrointestinal。
ポルトガル語読みだとガストロインテスチナオというふうになります。ちょっと違いますね。食生活の改善と十分な休養で治しましょう。You'll be better with a good diet and much rest. You will be better with a good diet and much rest. O Senhor vai melhorar através de dieta e repouso. O Senhor vai melhorar através de dieta e repouso. この will be better というのは良くなるという意味ですよね。Vai melhorar。これポルトガル語で vai melhorar。あなたは良くなりますよ。Você vai melhorar。You will be better。こういうね、声がけって患者さんにとってすごく嬉しいですよね。はい。で、命令形、この肝炎に関する命令形のいろいろな表現を見ていきたいと思います。で、命令形の作り方は、インペラチーブ、R、AN、R、IR は、A、AN。で、OR、動詞は、オニャ、オニョンになります。Example、Exemplo、Fazer、Faça、Façam。もうこれ前から出てますよね。はい。Faça restrição do sódio na dieta. または、Faça restrição do sal na dieta. これ、塩分のことですよね。sódio、sal。restrição。これは、控えるという意味なんですね。Fazer restrição。控える。Don't use too much salt. Don't use too much salt. 塩分を控えてください。という意味ですね。何々してください。何々しないでくださいっていう意味ですよね。命令形。Evitar. Evite, evitem. Evite usar laxante. Evite usar laxante. Laxante というのはね、下剤のことですよね。下剤を使わないようにしてください。Avoid using a purgative.Avoid using a purgative. Purgative って言うんですよね。下剤のことね。ラッシャンチとも言いますね。よく便秘の時とかにも使ったりしますよね。で、ポルトガル語では下剤、その便秘のための下剤はですね、レイチジマグネシアというんですけれども、マグネシウムのミルクみたいな意味なんですけどね。そんなもん。飲みますよ、ブラジル人はよく。で、3番目はですね、ficar, fique, fiquem, なる、ならないようにとか、なりなさいとかね、そういうような時使います。não fique nervosa。これ前やったのと同じ繰り返しになります。あまり神経質にならないように。don't be so nervous. don't be so nervous.Não fique nervosa. これですね。お医者様よくこれ言わないといけないですよね。患者さん結構神経質になっちゃってる場合が多いのでね。で、4番目が procurar. Procure, procurem. はい。これは何々するように、またはしないようにしましょうという意味に使いますね。脂っこいものを避けるようにしてください。Try not to have a fatty food.Try not to have a fatty food. Fatty food. これが脂っこい食べ物のことですね。ポルトガル語。Procure não ingerir alimentos gordurosos. Alimentos gordurosos. これが fatty food のことです。Ingerir. これは、食するという意味になりますね。Procure. これですね。Procure.Procure não ingerir alimentos gordurosos. 脂っこいものを避けるようにしてください。で、por、ポニャ、ポニョ。これは、置かないでくださいとかね。置いてくださいとかっていう意味になります。Não ponha o celular no quarto de dormir. しっかり休まないといけないので、特に肝炎の人は。だから、携帯なんかがあったら休めないですよね。ということで余計なお世話かもしれないですけど、
Não ponha o celular no quarto de dormir. Quarto はもう寝室っていう意味なんですけども、quarto de dormir というふうにちょっと重複してますが、寝室という意味になります。眠る寝室。眠るための寝室。寝室に携帯を置かないでください。Don't put the cell phone in your bedroom. Don't put the cell phone in your bedroom. Não ponha o celular no quarto de dormir. ということですね。今度は接続法未来、たらの表現ですよ。フトゥーロドスブジュンチーブ、サブジャンティブを使います。たら、れば。で、このようにですね、もし良くなってきたら、タンパク質を取るようにしましょう。肝炎の話ですよ。せやせにょらメロラル。良くなってきたら、メロラルというこの動詞がね、良くなるという動詞なんですよ。せやせにょらメロラル。Seria melhor introduzir mais proteína na dieta. ジェッタっていうのはね、ダイエットという意味もあるんですけれども、食事療法ですね。食事にという意味にも使います。マイスプロテイナ、タンパク質をもっと、イントロドゥジル、取るようにした方がいいですね。Se a senhora melhorar, seria melhor introduzir mais proteína na dieta. If you are getting better, you should have more protein in your diet. If you are getting better, you should have more protein in your diet. もし食欲がなかったら、牛乳を飲むようにしてください。Se não tiver apetite, procure tomar leite, está bem? Se não tiver apetite, procure tomar leite, está bem? これがね、接続未来ですよね。Se não tiver, これですね、tiver, apetite。アペチッチというのは、これは食欲。で、procure tomar leite。何々するようにしてください。牛乳を飲むようにしてください。いいですね。Está bem? If you can't eat enough, you had better have milk instead. If you can't eat enough, you had better have milk instead. という感じです。もし慢性的に黄疸がある場合は、肝硬変かもしれない。Se tiver icterícia crônica, pode ser que tenha cirrose. Se tiver icterícia crônica, pode ser que tenha cirrose. 結構これ難しいですよね。長いしね。Se tiver icterícia crônica. もし慢性的な黄疸が Se tiver あったら。これですね。接続法未来。あったら。テールという動詞のね、接続法未来になります。Se tiver icterícia crônica、もし慢性的に黄疸があるんだったら、pode ser que tenha cirrose。pode ser que tenha cirrose。肝硬変のことね、cirrose って言うんですよね。pode ser que tenha cirrose。さっき出ましたね。If you have a chronic icterus, you might have hepatic cirrhosis. If you have a chronic icterus, jaundice でもいいんですけど、icterus でも大丈夫です。You might have hepatic cirrhosis. Hepatic cirrhosis. Cirrhosis と言ってもいいんですけども、Hepatic cirrhosis というふうに言っても大丈夫です。If you have a chronic icterus, you might have hepatic cirrhosis. はい。よろしいですか？今日はここまでにしておきたいと思います。で、もしですね、その他、もう17回のお医者様のためのポルトガル語がアップされているので、もし、他に興味のあるテーマがありましたら、こちらにリンクが貼ってありますのでね、見てみてください。Até agora já foram ao ar 15, 17 aulas, aliás, não 15, 17 aulas sobre os termos médicos. Clique de acordo com seu interesse. ここも間違ってますね。Here is also 17. Instead of 15, it is 17. 17 lessons have been uploaded about the medical terminology on YouTube. Please click them accordingly.
According to your interest. ということで皆様、大変ありがとうございます。最後まで見ていただいてありがとうございました。大変お疲れ様でした。これからもコロナに負けず頑張っていきたいと思います。お医者様方も体に気をつけて、医療従事者の皆様も全員健康な毎日を過ごせますようにお祈りいたします。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。では終わります。さようなら。